巨人ファン、高齢化に嘆く。出場選手登録。ここからさらに中地も加わるのか。2018年までに岡本、大城、吉川、直樹が出てきてなかったらどうなっていたか。チンの最年長、梅野32だろ、どうすんのやろこいつら。マジでお先真っ暗、どうすんのこの球団。よそが新戦力使えるか試してる時になんでこのチームはオフルの戦力外選手で遊んでいるんだよ。去年借金 B クラスだってこと忘れてんのか。今日のか松田でどっち使うか悩んでた原、ある意味すごいわ。本来このチームは若返りを図らないといけないのに、やってることはもう。今日の松田を取ったことをなんとか正当化したいのよ。今日のには原も球団も借りがあるからな、人的故障期間の埋め合わせと思うしかねえさ。野手のベンチ控えのメンツを見てげんなりするわ。もっとフレッシュな若手を入れろ。世代交代は監督がやるんじゃない、フロントがやるんだ。わざと平均年齢上げてる節もある。 B クラス自体は多分自分は被害者だと思ってるかもよ。代打で39から40に変えるところ初めて見た。見せ長野からの代打松田とかいう絶望、おっさんチラチラさせてどうすんだか。どっちのおっさんでも変わらねえよ。これに中島で入ったらもう終わり。長野見せてから松田出したら相手は動揺するだろうな。視聴者を動揺させてどうすんねん。